はい、新年明けましておめでとうございます。皆さんどうも、明けおめっす。ツイッターで明けおめっすってつぶやいただけないに30ぐらいのお気に入り登録とかすごい、本当恐縮です。ありがとうございます。隣にいたうちのクラメが爆笑しました。そんなわけでね、2014年は皆さんにとっていい年だったでしょうか。僕はね、とてもいい年だったと思います。そしてあとね、この6年くらいもう FPS やってきてるんですけど、初めてね、あまり FPS をやらなかったような年でもあったなと思います。フラグービーのね、あの数とかがもう物語ってますね。まあそんなわけで2015年はね、2014年を反省した上で、すごいね、いい年にしていきたいなと思いますので、皆さんどうもよろしくお願いします。アバの方これからもね、もっと頑張っていきますのでね、皆さん応援よろしくお願いします。はい、そんなわけで今日はね、やっていきましょう。いろんな武器のコーナー、お久しぶりですよ。1ヶ月近くぶりのね、いろんな武器を使っていこうのコーナーです。略して色武器とね、略していきたいと思います。はい、そんなわけで今回このコーナーで使う武器は M14DMR です。もう持ってます、でちなみにね、カスタムはこれですと。もう概要はね、めんどくさいんで読まないですね。読んでもしょうがない、もう確実で読んでくださいね。でちなみにカスタムはドットロング人体 RC ストックとね、いうわけで、ドットはね、確か標準装備のやつがね、なんか邪魔なんだよね。だからドット、これが一番見やすいんでこれにしてます。でロングレンジバレルと、まあ、バースト使ったってね、連射力が上げたって、そんな別にしょうがないなっていう、その精密度をあんまり下げる意味がないので、この武器なので、精密を下げずに射程を伸ばしてね、火力をね、高めるということで、ロングレンジです。で、人体硬化グリップを使ってます。エームショットはね、まあ、右クリックそんなしないんでね、まあ、いらないかなと。まあ、精密度をさっき言った通りですけど、下げる必要もなかったり、まあ、上げない必要もないので、上げていきたいとこは、まあ、上げます。はい、で次は RC ストックと、ここはまあ精密度を上げたいところですけど、これ使うとちょっとジャジャウマ度が増しちゃうんでね、こっちでもうちょっとおとなしめなね、清楚系な女の子、そちらの方をね、目標として、まあ、そちらの方をコンセプトにこっちつけてます。まあ、触覚相場はもう一言っていうなら清楚系ビーチ、こっちはもう清楚系でそのままです。もう純粋です。まあ、そんなわけでね、この DMR 使っていきたいと思います。ちなみにダメージはこちらとなってます。はい、ドン。まあね、結構強いね、これね。5メートル胴体、10メートル胴体、15メートル胴体、20メートル胴体、5メートル手と。まあ、これ読んでたらキリないな。まあね、比較的にね、減衰しないのねっていう。減衰しなさすぎでしょと。どんだけだよ。確か26メートルぐらいまでヘッド一撃だったのかな ?26 かな、までヘッド一撃かな、確か。でそれ以降ももう1ミリぐらいまでヘッド、頭入れると1ミリぐらいまで減るんで、もうすごく強いです。どんだけ強いんだと、火力バカだと思ってください、この武器は。はい、そんなわけで全然遠距離でもスナイパーとやれる。まあ近距離はね、ちょっと不安のとこあるんですけど、まあ全然やれると。まあ全距離一応対応していますという武器でございます。ちなみに足は遅いです。まあそんなわけで今日は今回これ使っていきますので、よろしくお願いしますと。じゃあ行きましょう。はい、そんなわけでやってきました。ここスネークアイ出たよ。スネークアイ、これね、殲滅ランダムなんですよね、これね。殲滅、あ、ちょ、いけないんだけど、ちょっとよし、行こう。殲滅ランダムの大体のスネークアイ率もうやんなっちゃうね。私あまり好きではないというマップでございます。さあやっていきましょう。そんなことはどうでもいい。何もしないよ、まだダメやで、これ。さあ、でもね、スネークアイの EU はめちゃくちゃ強いんでね、やりましょう。はい、お返し。あら、いない。さあ、エイムモードも使っていこう。負けた。削るだけ削って負けてますね、これね。アシストだけで 1.5。アシストだけで2。アシスト王伊藤なんでね、2015年はアシスト王伊藤でいこうかなと。さあ、火力が高いんで抜いた。さあ、敵がもう一人いたような気がしたが、さあ、エイモード。さあ、抜くんだな。抜いて、あれぐらい削れるっていう、ただの1割じゃないっていうのがすごいですよね。さあ、エイムモード。あんまり使わないんだよ、実際は。そんなに使わなくていいんだよ、みんな。やたら使ってるけど。後ろから、さっと危ない。
おっと、右にいる。え、死活された。俺をスルーしてきやがった。許せねえ。エイムモード、エイムモード、やたらと使うエイムモード。さあ、壁抜きゲーマーの意地を見せていく。まあここ簡単だからな、抜くのな。そんな意地でもねえんだけど。さあ、いない。さあ、頭に入れるのが強いんですよ。この通り、もう頭へのダメージが半端じゃない。危ない、敵がいた。あ、7発しかねえ、見てなかった。いや、1発で、2発でいける。いけなかった。さあ、12のプラス3、もうアシストだけで6。アシストしかしてねえ。これでいいのか俺。これでいいのか、こんなんでいいのか俺。さあ、エイムモード、スナイパー、スナイパー、スナイパー。あっ、あっ、敵出てきちゃった。ちなみにね、壁抜きのねダメージも、あの威力減数が先ほど少ないと言った通りで、あの壁抜きのダメージもすごく高いんでございます。これね、これすごいですよ、ほんと。さあ、なんとかして詰めていきたい。さあ、危ねえ。いい、死ねえ。いい、助かった。さあ、こういうふうにね、あの距離で3発できっちり落ちてくれるっていう、なんとも信頼できる武器。死ぬんじゃね。さあ、美味しいとこだけ持っていく。おい、え、美味しいとこだけ。さあ、リロード。あ、こまめなリロード大事なんですね。ああ、グラったけど、グラったけど、やばい、これ上もいいね。さあ、ここできっちり落としていく。さあ、美味しいとこだけ。これフロートです。割とフロートいいんです。さあ、ガン詰めして、うう。さあ、残りあと20何キル。24、23。あー、負けてる、やばい、負けちゃってる。勝たないと、やばい。あ、落とせた、すげえ。負けたかなと思っちゃった今俺。さあ、ここに走るの危ないんだよね、かなり危ないんだよね。やるよ俺は。でもさあ、結構強め、強気なスタイルで勝負していきたいが、さあ、ここで一発入れて、よいしょ。あれ、ピヨーン、やばい。はい、うわー、間に合わなかった。いやね、あのね、何にも、あ、終わっちゃった、負けた。何も考えなしにね、あのね、使ってしまうとこうなるんでね、皆さんご注意ください。何もいいとこ入れてない。はい、そのわけで感想でございます。はい、まあ、結果はね、32の9とね、まあ、そこそこいい、まあ、結構だな、結構良かったなと思いますね。やはりあの強い武器であるなと思います。ですね、あのやっぱりこれをね使う際にやっぱ注意しないといけないところは、あの弾を気にするところですね。やっぱりどうもね、あの連続していける武器ではないのでね、あの、まあ、連続していけるっちゃいけるんだけど、やっぱり一回グダっちゃうと、その後の軌道修正してる間に2人目が来ちゃうと、どうしてももうこう、あーってなっちゃうんで、
そこら辺はね、ちょっとあの経験とか覚えとかでまあね、補えるっちゃ補えるんですけど、まあ注意するのは玉数の管理でございますね。あとはまあタップ打ちフロート両方使っていいと思います。あの暴れるってジャガーマーだとは言うんですけど、レッシャーズが遅い分とてもあの反動マイルド、マイルドなのでね、あのこの分扱いやすいのかなと思います。あのパラのライフリングよりも扱いやすいですね。あのマイルドなのは、パラのライフリングは一応マイルドになるんですけど、まああれよりも全然使いやすいです。はい、それでですね、DMR、とにかく頭へのダメージと壁抜けのダメージがとても高いでございます。まあね、積極的にや壁は抜いててもいいと思います。ただそこで注意してほしいのは弾の あの管理、それだけはご注意ください。はい、そんなわけで今回 DMR、プレイさせていただきました。とてもね、僕はお気に入りの武器なので、もしね、これが RST に使えるなら僕これ RST に使ってます。それぐらい僕がお気に入りの武器でございます。はい、では今回ここら辺でね、おいてましましょうかね。それでは皆さんのね、2015年は、いい年にしてください。僕はね、皆さんには負けないように頑張りますんで、よろしくお願いいたします。それでは今回ここで失礼します。